京子です。いよいよ、オーガスタキャンプが高知に行きます。これは本当にオーガスタキャンプ始まって以来初めてのことなので、ちょっとみんなでワクワクしているの。かつ私はプライベートでも高知にあのスキューバーダイビングのライセンス取りにですね、一人で、2週間ぐらいいたことがあったりするので、すっごい楽しみです。で今日はリハーサルが終わってですね、あんなことやこんなことをやりました。みんな本当にオーガスタ一丸となって、向かっています。酒井優くんの出身地でもあります、噛んじゃった。そして、オフィスオーガスタの社長森川ジャイアン社長のふるさとでもあるので、一発かまします。楽しみに待っててください。行くぜよ。Oh my-